ディアンジェロはアメリカ合衆国バージニア州リッチモンド出身のシンガーソングライターである。リッチモンド南部で宣教師の息子として生まれ幼少の頃から歌い始めた。ボーカルだけでなくピアノ、ギター、そして作詞作曲といったプロダクション作業までこなすマルチな才能を持つ。影響を受けたアーティストにマービンゲイ、プリンスの名を挙げているが、ディアンジェロ自身多くのアーティストに 多大な影響を与えているミュージシャンズ・ミュージシャンでもある一面、来日時には巨大ホールも満員にする。芸術性と商業性の両方で揺るぎないポジションを確立している。1995年にファーストアルバムブラウン・シュガーでデビューし、マービン・ゲイやスティービー・ワンダーの時代のソウル感覚とヒップホップ世代の感性を融合させたニュークラシックソウル。 ネオソウルという一つのムーブメントを作り出し、数々のフォロワーを生み出した。そして2000年にセカンドアルバム、ブルドゥーを発表し、名実ともにネオソウルを代表するアーティストとなった。その後、しばらく自身名義の作品のリリースが途絶えたが、2014年12月15日に14年ぶりとなる3枚目のアルバム、ブラックメサイヤがデジタル配信でリリースされた。 尊敬するプリンスとは異なり仮作ではあるもの、客演やカバー、楽曲提供は数多くこなしている。インタビューで自分のことを R&B シンガーだと思ったことはない。いつだって R&B なんてくだらないと思っていたと答えており、初めて作った曲もヒップホップで、常日頃からラップもしているとのこと。D、アンジェロザヴァンガード名義で、ありがとうございます。